い、というわけでですね、今日も絶階級一番難しいやつですね、限定のダンジョン、期間限定ダンジョン攻略していきたいと思います。ご覧のパーティーで行ってきます。はい、まず、お、いきなり早いじゃん。サザンポルノ、こうかな。サザンオールスターズは紅白出てるっけ。なんかあんまイメージないけど、水全然わかんないな。右が適当で、さあでいきますね。まず最初、第一の関門、これはね、真ん中を先に倒す。とりあえず真ん中、なんとしてでも真ん中。のび太くん、のびです。のび、よいしょ。またミラーリングの調子がちょっと良くないな。仕方ないか、 SKE だから栄え。よし、トン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 、よし、無事真ん中倒しまして、毒弱体か。なかなかね、際どい感じなんですけど、3色ね。ヘイトじゃない。よっしゃ、合ってた。化粧品のことなら任せてくれよ。普通の男よりは詳しい。なぜならばね、女装の動画を上げているからだ。ふはは。走行距離、燃費、しぞ、順調順調。しかしパーティーが弱いね、これね。 SS 一匹もいないし、いけるのかな、本当にこんなんで。塩酸、塩酸、塩化水素。ちょっとスキルを貯めないといけないんでね、地味に行きますわ。裸の大将でしょ。とりあえずこの延滞さんがね、遅らせるやつさえ止まってるなんとかなるんでね。蝶ネクタイ、蝶、うわー、分かりづらいこれ。よし、ちょっと開催国じゃない、開催国。サッカーもね、今ねちょうどねやってますんでね。騎士も大丈夫か。あと一旦遅らせる。ちょっとここでも次行きたいと思います。フリーパス、 OK。さあ、無事に最初のね、一面はクリアですね。さあさあさあ、これ後ろの頃さ、ピカチュウじゃねえなくて、あれだね、これピカチュウだと思ってたよ、ずっと。あ、来た。あかさたなは、よし、ピカチュウだよな、あれな、ピカチュウそっくりだよ。いかんな。さあ、2つ目です。これも真ん中を倒していきます。ちょっと遅れてます。これ真ん中さえ倒しちゃえばもうどうにでもなるんで、とりあえずもうね、全力を駆使して真ん中を倒す。ライダーキック、いいぞ。さあさあさあ、確実に潰す。カシミール地方だね。よし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 、潰していくぞ、一発や。いい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 い、いけるか。さあ
芸能得意だから芸能の方に行きましょうか。うわー難しい。阿部寛、よし当てた。消去系。もうこいつら2つになったらね、もう全然余裕なんで、ここでまたスキルを貯めていきましょう。絵画でございます。ちょっと声がガラガラっすね。なぜなら寝起きだから。よし、寝起きだからだよ。やっぱ黒水やってる人は分かると思うんだけどさ、寝て起きてまず何をするかさ、ログインだよね。もうね、そのぐらいのレベルだよね。そうで、寝ながらちょっと溜まったさ、コストじゃねえ、なんだっけ、ほら、もったいないからさ、とりあえず、ダンジョンに入っとくみたいなのあるよね。あるある。ああ、湯川秀行。だいぶ順調なんじゃないですか、今回は。これでもうスキルも溜まったでしょ。小町。問題も、まあ、なんとかな、あんまり間違いないで進んでるし。いい感じです。わ、全然わかんない。わ、適当にやったら合ってた。大動脈と肺静脈。静脈と動脈ってもう全然わかんないよね。4つくらいあるよね、あの心臓でね。右心房とかさ、左心房とか、左心室とか、うん。さっぱりですわ。さあ。まあ、問題なくクリアですね。2つ目も。さてさて。次、第3の関門。ここですよ、むずいのが。こいつがね、また左右のやつらがね、一発攻撃するとね、一発攻撃すると、ブチ切れてくるんですね。このように。このように切れてきますね。そうするとね、即死系の攻撃、もうほとんど、もう即死の攻撃をしてくるんで。そう。一回攻撃したらもう倒しきれないといけないっていうね。よし。ちょっと調節しようかな。ああ、知ってる問題ばっかだな。メモランダム。こいつのスキルをね、貯めておくという、そうだな、作戦でいきましょうかね。マジンガーといえば Z。 ちょっと今ミラーリングの調子が悪かったね、またね。全然わかんない。あ、パリであったか。まあ、そんなに強い攻撃してこないよね、今のところはね。これで、イングランドでしょ。よし、ここで、ちょっと使おう。2ターン遅らせますよね。左ぶち切れますよね。これで多分一発攻撃したら。ノエル。それでさあ、こいつがぶち切れてきました。ぶち切れてきて、ぶち切れてきたんですけれども、スパイクだ。スパイクでしょ。で2発目いきますと、あ、使わなくても倒せっかな。まあ一応保険で使っとこうね。あ、倒した。やったー。これでほとんどノーダメージでいけた。さあ、あとちょっと溜める作業ですかね、こっからは。誰だろう。ラモス。合ってた。監督やってるんだ、今、ラモスって。
貯めていきます。あ、ちょっとミラーリングの調子が大丈夫かな。よし、このまね倒しちゃおうかな。倒せないよね、いくらなんでもね。これ倒したら計画が全ておじゃんですわ。よし、貯めるぜ。邪馬台国、弥生時代。これで大丈夫なんだけどな、もう倒しちゃっても。いやでもな、こいつのスキル貯めといた方がいいな、絶対。時間かけてでも貯めといた方がいい、これ。確実に濃厚にしたい。合ってたよ、正解しちゃったよ。倒しちゃったかな。危ね危ね、正解したくないのに正解しちゃうよね、たまに。ブルーレイで、あと2問だから、よし。ピカチュウね。これピカチュウだよな、左奥のな、これな。何回も言うけど、ピカチュウ。あ、間違えた、これやっちゃった。近畿にない、全然わかんない。紀伊半島、違う、近畿。さーて、じゃあここでもう先に進みます。いよいよボス戦です。さあ、ボスが倒せるかな、これ。あらららら、まだだった。よし、これでボス戦ね。ユニフォームね。いよいよラストです。ここで封印されて、こっからですよ、むずいのは。運もあるしね、運の要素も。チームカラー、緑。よし、あーって一発で死ぬってことないよな。フィファ順調、順調、順調でもないか。毒、さあ左の、あれまだ解けないんだ、これ封印結構解けないもんだね。料理の鉄人どう、封印解けて。うわー、うおー、死んだ。さてこれ全員復活して一匹死にました。でもこれは順調です。3ターン遅らせる。あー、2ターン遅らせた方がいいのかな、これ。どっちの方がいいんだろう。いや、3ターンにしよう。3ターン遅らせるやつを使おう。し、究極ダメージ、うら、これも間違えることはできない。フラット3だ。あ、全然これ分かんなかった。怖っ。たまにね、たまにあるよね、全然意味わかんない問題。一番簡単なさ、一色なのに。さて、フォーメーション、左を、ここがね、ここ鬼門っすよ。もうこっからは赤が出てくるんだってやばい。もう水晶体、水晶体、あと一回はちょっと回復しときたいな。よし、仰天ニュースは鶴瓶様。よし、
いつさえ、左のやつさえ倒しちゃえばもう濃厚ほぼほぼ確定でいけるんだけど、わかんないよ、わかんない。あー、封印、うわー、ぶねー。よし、ここでさらにターンを遅らせて、さあこの間に2問か。あと難しいとこだな。コリア出る、リオ、リオだから、わかんない。スペインっぽいな、違う、やっぱり合ってた、リオ、そうだよな、スペインだよな。よし、あと1問正解すればもうパネル変換できるから、もうこれ正解しちゃおう。これドッグ、ドッグ、人間ドッグ。おお、そうか、封印が長いな。表面張力、封印が結構長いね。よし、来た、どうだ、究極ダメージ、よし、倒した、左を。これは濃厚、これかなり濃厚ですよ、いける可能性が高い。あ、全然わかんない。90。よし、やっぱりそうだったか。やったことある、多分前にこれ問題。さあ、こいつの攻撃はこの程度なんで。そう、この程度だから、もう食らったら、あれ？あ、肉食ではないのは。食らったら回復すればなんとか。プレボー。あれ？あ、そうかそうか。やばいな、俺こういうことや、こういう感じなんだよ、俺の調子に乗っちゃうんだよ、もうクリアできると思って。あ、斜め45度さ、やばいやばいやばい、これ本当に本当にやばい、これこれがもう俺の悪いとこ。ダメダメダメ、集中しないと、全然わかんない。9、合ってた、よし、それやったことあった、この問題も、高画機動隊。よし、で、もう本当に、本当に集中しよう。もう本当にね。これ、濃厚でいこう。これはもう、ここまで来たんだったら。絶対に。絶対濃厚でいきましょう。口が軽い人、たくさん話す人、余計なこと話す人。よし、いいぞ。カッパ巻き。結構ね、体力あるよね。この人ね。よし、星の数なんだ、周の数だよね、星の数は。よしよし、いいぞ、絶対に濃厚になるんだ、絶対に。3色の問題が多いな。でこうなってくると、そうそうそう、答えられなくて回復できなくて死ぬっていうパターンもあるんでね、油断は本当にできない。しゃ、ラボアージュ、ジェラボアージュ、これもやったことあったな、確か。よし、よし、やっぱりね、このね、遅らせるやつがね2匹いるともうね無双になりますよね。なんで余裕でございます。復活してからも確実に設計しか、これが2色の問題なんだ、簡単だけどな。なんか最近シベリアが流行ってるみたいですね。あの風立ちぬ中に出てくるあんこがね、間に挟まってるやつなんだけど、あれ、そんな問題もあったっけな、そういえば。穴四角じゃねえかな、これ。そうだよな、お前東海地。よし、もうちょい、ここでこれも溜まってドーン。いやー、なんとかいけましたね、なんとか。20分以上かかってるけど、
フレンドに3ターン遅らせるやつがいれば、まあ、濃厚でいけるかなって感じですね。自分のパーティーだと。よし、あー、なんとかクリアしました。ご覧のパーティーで、いやー、冷や汗もんでしたね。まあ、運もちょっとあるんでね。まあ、しばらくちょっとこれでやってみようかなと思います。以上です。あー、危ね危ね。